皆様こんにちは、中村芝翫です。そうですね、これは歌舞伎の三大投資狂言のうちの一つの奏本忠臣蔵の10段目なんですけど、まあ一般的だとね、5、6段目、まあ、寛平を主人公としたストーリー、また7段目の一力茶屋の由良之助、岡る平右衛門のドラマを描いたものが、まあ、ポピュラーにね、歌舞伎座でもたびたび演じられますけど、なかなかね、投資狂言でも演じられない場面ですね。まあ、それは2段目の松切とこの10段目の天ヶ谷義平の場面ではないかと。特にこの天ヶ谷っていうのはなかなか出ない作品でございますんでね、私も数年前に亡くなられた富次郎のお兄様の時に拝見いたしましたけど、まあ8段目9段目というのは、まあ、特に9段目というのはこの天ヶ谷義平の前の作品のドラマ性がすごく高いもんですからね、これからその討ち入りに向けて、まあ、ホップステップジャンプじゃないですけど、その経過としてやるような場面なんで、なかなかね、演じることがないわけですけど、今回初めてに近いんじゃないですかね、こうして単独で天ヶ谷を出るということが。ですから、まあ、改めて今回この義平に関していろいろ調べさせていただいて、まあ、その結果今の猿之助さんのひいおじいさんになられるのかな、ひいおじい様、初代市川猿翁のおじ様がおやりになった台本と、それと先ほど話しました富次郎の兄様の台本、これをこう組み合わせた形で今回作らさせていただきました。まあ、この天ヶ谷義平というのは、天ヶ谷義平はで男でゴンスってのは、これがもうね、代表的なセリフで、天ヶ谷って言うとどなたも歌舞伎通の方はね、このセリフを あれをやるんですねっていうことが多いですけど、まあ、そういったところでこの天ヶ谷という人はもう人情あふれた男の中の男一匹というような方でございまして、まあ、どれだけ僕がね、その男の中の男一匹というものを描けるかどうかわからないんですけど、今回この義平の奥さんを務める片岡孝太郎さん、お園ですね、これとのこのお園との夫婦愛であったり、また子供に対する家族の愛、そして衆と領畜という人のとの対峙であったり、その中で最後幸四郎さん演ずる由良之助が出てくるというような、ドラマ性がとても頻度が高いものですからね、まあ、今までの天ヶ谷よりより一層ドラマを膨らませて、見応えのある10段目にしたいと思っております。そうですね、これは、まあ、今度の天ヶ谷義平のスチール写真なんですけど、普段ですとね、富次郎のお兄様 でしたり、おやりになった方はこう島の衣装であったり格子の衣装を着ることが多かったんですけど、初代市川猿翁のおじ様は澤瀉屋のうちの門所が澤瀉屋があるんですね。その澤瀉屋をもじってこんなような感じの衣装だったんですけど、今回僕はこの荒磯というね、この衣装、まあ、なりからちょっとかっこよくね見せたいということで、まあ、これはよく使うのは皆様よくご存知の万髄長英の時に着る衣装なんですけど、まあ、この衣装は着ててなんとなくこう、なんて言うんですかね、スキッとするというか、電源がパチッと入るような感じのある衣装でございますね。3月の3日初日、26日千秋楽まで、第2部奏本忠臣蔵のうちの10段目天ヶ谷義平を務めさせていただきます。なかなか出る狂言ではございませんので、これは必見でございますので、ぜひとも2部をご覧いただけるようによろしくお願いいたします。天ヶ谷義平の後は初役の尾上松緑さん、身代わり座禅も大変に楽しめる作品でございます。皆様ぜひ歌舞伎座の2部にお越しください。お待ちしております。